坊ちゃま、用事もないのに急にこんな遠い外国まで来て、うさ耳の出動ができなくなったらどうするんですか。その言葉は聞きたくない。はい。でもこんなに安らいだ気持ちは久しぶりだ。ここまで来れば魔法の力も影響あるまい。ポエム勝負？でもごめんね、今ちょっとこっちを書かなきゃいけないの。パパ、ポポポ。学園祭でやるお芝居の台本なの。ポエムみたいにうまく書けなくって。手伝ってくれるの？ピアノちゃん。早く見せろよ。見せて。ご苦労様、桜塚さん。ねえねえ、早く読ませて。最高にときめきドキドキで、いやいやな本が書けたのよ。ねえピアノちゃん。ポワポときめきドキドキ、いやんいやん。大丈夫かいな、今年の学園祭。こわつ、学園祭ってなんだ。知らねえの？学園のお祭りだよ。おお、フェスティバル。演出は私とピアノちゃんに任せて。最高にお素敵ハッピーな劇にしてみせるわ。あー、パパいい？二人ともこのシーンはとっても大事だから気持ちを入れて。いつもみたいに喧嘩しちゃダメだから。でもさ、なんで主役が夢のとこぐれ。行き過ぎよね。はー、紅茶が美味しい。夏はまだ遠いな。まあいっか、細かいことは。細かいか。で、お前は何の役？森の妖精。俺も。はい、小暮くん、セリフ。姫、僕はあなたにドキドキラブラブ。はい。は、姫、僕は。ちょっと小暮、ひょっとして大根？うっせぇ。大チャンスだ、かける。このまま告白しちゃえ。姫、僕しっかりしてよ。王子様が告白もできないなんて情けないよ。情けない。痛いな。見てらんない。次はマナの出番ね。うん、どうすりゃいいんや。あのね、充血バッチシときめきマナコな感じで。全然わからへん。マナーちゃん、ときまきまなこよ。やかましい！ヘイ、イエイイエイ！ジュンくん、何の役？王子様の馬、イエイ！馬さんはひひいんだよ。細かいこと気にすんなって。それがフェスティバルだぜ。イエイイエイ、イエイイエイ！家庭科室です。ちょっときついわね。これからみっちりお芝居の稽古をすれば痩せるわよ。二人とも可愛い。なんだか照れちゃうな。ね、マイメロ。へへへ。パパ、オッパ。違うわ。パパ。違うんだら。そこはもっとナチュラルに行くべきよ。もう、どうしてそんなにミラクルにこだわるの？一体どうしたの？多分監督と助監督の意見のぶつかり合いだと思うんだけど。ねえ、なんで止めないの？止めろって言われても。何揉めてるかわからへんし。うっぱー、ぶきる。そんな。ピアノじゃ
今のは言い過ぎだと思うな。ぷっぱぷきゅコンビ解消よ。ぷっきキューぷっ。ピアノちゃん、ミキ、ピアノちゃん行っちゃうよ。いいの？いいのよ。お芝居だってマイメロのやつ。クロミの音ナンバー1124。あれはあたいがお城で開かれるお楽しみ会のお芝居で乙姫様をやったとき。浦島太郎様、竜宮城へようこそ。わあ、なんて可愛い乙姫様くま。まあ太郎ったら、ふふふ。まあクロミちゃん、なんて可愛らしい。うん、あっぱれヒロインだぞ。これいくら？浦島太郎様に美味しいごちそうを。はーい。マイメロかわいい。乙姫様よりイクラの方がかわいい。なんでマイメロちゃんが乙姫様じゃないクマ？カッピー。それは気の毒ぞな。マイメロめ、絶対思い知らせてやる。いよいよ明日は本番。失敗したらどうしよう。ありがとうピアノちゃん、心強いわ。ピアノちゃん、パーポキル。何よピアノちゃんなんか。ピアノちゃんのバカ。の日がやってきたのです。すごい、いっぱいワクワクするな。準備いいか。お前俺の足踏んでるよ。照明係いないよ。大丈夫ミキ？大丈夫、ちょっとドキがムネムネしてるだけだから。じゃあ幕開けるよ。待って、やっぱり私自信ない。あ、これはピアノちゃんの字。このシーンはブリリアントな感じで、この戦いはときめきむき出し。ミキ、どうして、一体いつの間に。早くパパパパパ、早くパ、はい、絶対大丈夫だって。だって大好きなミキちゃんだもん。きっと大成功だよ。ピアノちゃん、ミキ大丈夫？どうするつもりぞな、クロミ様。へん、決まってるじゃん。マイメロの舞台なんかぶっ潰してやるのさ。ふふふふ。ジュン様、きっと王子様役でご活躍されるのでしょう。おい、コラちゃん。出るなよ、バカ。ミキちゃん、俺頑張るよ。イエーイ。なんと、ジュン様が馬の役。昔々あるところに赤ずきんというかわいい女の子がいました。うららたったぐんぐんしゃふゆ、ひっこんにちは。おい鏡、
この世で一番可愛いのは誰やねん。それは赤ずきんちゃんなんだな。何やって、むっちゃ腹立つわ。どこが可愛いんや。赤ずきんをボコボコにしたるで。狼を腹で食わせたれ。神役何やっとんねん。大変だ、ウドウ君が。あの座敷わらし。残念でした。おい、王妃が赤ずきんを助けたぞ。マナちゃん、マイメロのこと助けてくれたのね。いや、人に頼らんとこの手で懲らしめたるわ。王妃の恐ろしい魔の手が迫り、赤ずきんは森の奥へと逃げ出したのです。隣の国にはシンデレラという少女がいました。シンデレラは毎日意地悪なお姉さんたちにいじめられていました。シンデレラ、何やってんの。さっさと済ませて水を汲んできなさいよ。でもまだ。何よ、文句あんの。だいたい生意気なのよ、チッパイのくせに。チッパイ、そんなセリフあったっけ。シンデレラ、今日の新聞配達がまだ終わってないぞ。なや、あなたたち、これでもかぶってろってなや。シンデレラってハイカブリ姫って意味なんですね。クロミ様、巻きすぎぞな。今や、よくも邪魔しくされやって。顔をやめて、あたりは女優よ。このままじゃ済まさないよ。シンデレラは辛さに耐えきれずに家を飛び出してしまいました。そして森の中で赤ずきんと出会ったのです。ねえ赤ずきん、私たち道に迷ったのかしら。大丈夫よ赤ずきん、迷わないように道にちびメロちゃんを撒いてきたから。でも来た道わかんなくなっちゃった。撒くなら小石撒きなさいよ。さあ赤ずきん、このリンゴを食べや。めっちゃ美味しくてほっぺた落ちるで。ほれ。でも赤ずきん、今お腹空いてないからシンデレラにあげる。ありがとう赤ずきん。ああ、そっちやない。あやま、己のせいじゃ。うちは知らん。シンデレラ、シンデレラ、あれほど変なものは食べちゃダメだって言ったのに。どうしたんだい君たち。イエーイイエーイ。気品だろ。いよいよクライマックスね。王子様のキスで目を覚ますのよ。シンデレラってそうだっけ。なぜジュン様が王子役でないのです。ジュン様は主役となるべくこの世に生を受けた方なのですぞ。このような扱いは納得できませぬ。まだかいバク。動かないでゾナ、あともう少しゾナ。え、クロミ様、近くで夢の匂いゾナ。でかした。なんだ、セバスタンだったの。ジュン様の舞台見ないぞ。なかジュン様が脇役の舞台などセバスタンはもう見ることができませぬ。大体わかった。ジュン君を主役にしてやればいいんだね。お、開け夢の扉。姫、僕はあなたにあなたにドキドキラブラブです。はかけろくごめんなさい。ふざけんなくんな、お前くんな。離して。おー、パパ、あ、いやー、なにこれ。
怖っ。か、体が勝手に。よし、夢の扉が開いたの。Ladies and gentlemen、 お待たせいたしました。本日の主役、柊木純様の登場でございます。なんだかわかんないけど、イエーイ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 。それでこそ純様です。だもっと違うわ。大変だ、止めなくちゃ。ねえ、どうしよう。劇がめちゃくちゃに。めぇ、アッパー。え、でも。おわお、めぇ。待って。え、幕、下ろさないで。このまま続けて。どうして？ハプニングは舞台のときめきをもっと素敵にするって、ピアノちゃんが。でも、大丈夫かしら。大丈夫。ピアノちゃんがそう言うんだもん。私は、ピアノちゃんを信じる。うん。姫様を助けるのは王子様だ。お役目、王子は俺だ。主役は純様でございます。イエーイ。よくわかんないけど行くぜ。そりゃこら純、王子は俺だ。脇役は引っ込んでやがる。ヘイ、セバスタンは柔道剣道空手全て名人なんだぞ。早く言え。それならうちが相手や。そうはいかないぞ。ら悪い人参王妃を成敗するざんな。ああ、そうだ。マイメロ、なんとかして。はーい。今日のお助けさんは誰かしら。もっちゃま、おかんが。メロディる。愛に悩む人々の叫びが、悪に苦しむ人々の嘆きが。だってウサギの耳はない。噛んだのか。そんなに長いセリフじゃないのにね。だってウサギの耳は長いんだもん。愛と正義の使者、ウサ耳仮面参上。どうやら味方っぽいぞ。やる気なくね。君、それを。これウサ耳カット。様の邪魔はさせません。あああああああ夢の純様。大丈夫か。主役。ソーリーソーリー。ま、フェスティバルってことで。主役は純様であるべきでしたのに。何言ってんだ。たまには脇役も楽しいもんだぜ。だって俺
いつも主役みたいに輝いてるじゃん。イエーイ。はあ、さようでございました。ジュン様はいつでも主役ですとも。ほう、ピンクのラダは。へへっ、またピンクかよ。でもクロミ様、あのウサ耳カメって何者ぞんな。あたいがあんな色物知ってるわけないだろ。行くよ。ザナマナちゃん、チュンくん、ビジマさん、ウサ耳カメ、ユメロさん。ボッチャマ、海外へ逃げてもこの運命からは逃げられないということか。なんとかしなくては。なんて嫌いだ。お袋になんて会いたくねえよ。いつも兄貴と比べやがってよ。気が合うね、ジュン君。うちのお袋なんてあたいを前メロなんかと比べるんだ。ねえ、どうだい、あたいと一緒に母の日をなくさないかい。次回お願い、マイメロディくるくるシャッフル、クロミの日になったらいいな。あの人は俺のことが嫌いなんだ。